消費税率として10%と8%を設定します。モード切り替え、7、現金。2、1、3の順に押します。3を押します。消費税1の設定内容が表示されます。1、0、現金の順に押します。消費税1に10%が設定されました。4を押します。 消費税2の設定内容が表示されます。8. 現金の順に押します。消費税2に8%が設定されました。強制解除を3回押して、設定を終了します。部門1に10%、消費税1、部門2に8%、消費税2の設定をします。 モード切り替え、7、現金。20101の順に押します。現金を押します。下矢印キーで税収を選択し、消費税1であることを確認して、現金を押します。部門1に10%が設定されました。次に、 部門2の設定をします。下矢印キーで税収を選択し、点を押して消費税2を選択し、現金を押します。残りの部門についても同様に設定します。終了する場合は強制解除を5回押します。